劉備殿、どうかご無事で。さて、今までいろいろと面白い力を見せてくれたわけだが、ここに来てようやくあなたの正体が分かってきた。そう、力は5つある。そしてその2つが火と水だとも分かった。ここから導き出されるのは力と五行ではないかということ。五行は万物を作り出したあらゆる力の要素、それらを使うということはだ、神もしくは神に近しい存在ということだ。そして呂布と戦った時の反応、俺が蚩尤のようだと言ったらあなたは否定した。蚩尤はもっとすごい、まるで見てきたような口ぶりだった。蚩尤は国を制するために神々を巻き込んで戦い負けた。これらのことを考え出した結論は、あなたは蚩尤と戦った神なのではないかということだ。まさか、俺は伝説の話では。まあ、当たらずといえど遠からずかしら。いいわ、あなたたちが力目当てでないことは分かったし、そろそろ話しておきましょう。私が何者か、そしてなぜあそこに封印されていたのかを。